まあ、いくらパソコンのモニターがギラついていると言っても、そんなに極端に悪いとは思えないんです。光沢よりはマシだと思うので、まあこれにかけてみるしかないかなというような感じです。で、まあ、CPU は本当は安いものを選ぼうと思ったんですが、なんだろう、第2世代の CPU、 なんか S で始まるやつあったと思うんですが、ただメモリーが CPU を1つ落としたやつだとメモリーが 2GB しかないので、やっぱり 4GB を選びました。文章を打つだけだから 2GB でもいいのかなと思ったんですが、やっぱり CPU だけの違いだったらその安い方を選んだんですが、メモリーがついているということを考えるとやっぱり 4MB のものを選んでしまいましたが、